わしゃがなマフィアガジタです。わしゃがな中村一です。坂本香です。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、今日はね、はい、見てわかるようにちょっと物が多いですよ。はいこれちょっと置いてもらっていい？はい、ご存知、ね、マシン油田渡る、はい、うん、これは梶田君がその知らないって言った、うん、渡る2の龍神丸だね。え、新生龍神丸。あ、確かにこれ初めて見たかも、うん、この頭の龍神丸2だと。そうなのよ、なんかイカッチしたら増してますね。そうだね、うん、ちょっとね、三本図のイカ少なく、まあ、それと、うん、お渡るくんのフィギュアもね。お、渡るくんいるじゃないですか。そう、実は持ってんの、ね、それセンチネルから出てる、うん、へ、俺は渡る、こいつは相棒の龍神丸さ。こんなやつじゃなかったですよ。違うスケールも合ってない。スケールも全然違うから、うん、まあ、それで、うん、なんで今日これ持ってきたかっていうと、うんうん、ちょっとなんか安全なとこ行っといたとか安全なとこ特にね、その渡るが今もう貴重になってるらしいから。渡るが貴重になってる。それね、古いんだよ結構。へー、持ってきたけどさ、うん、未開封だったから。そうなんですか。これ今日買って持ってきたやつが、すごいなこれ、うん、渡るの、うん、この時代になってグッズが出たのよ、うん、グッズが出た。それをちょっとね、開け一緒に見ていこうと思って。この時代になってのグッズって、この間のドラゴンスケールとはまた違う枠。違う、うん、まず、うん、納品書があるね納品書あるのは大事ですね。納品書になんかついてる、おまけじゃないですか。それかお前の住所は押さえたぞっていう。いやだなこれあれなんだよね、なんか梶田君は知ってたけど、この墓場の画廊っていう、ええ、そこのやつで渡るをね、そうそうそう、やってくれてて、そこいろんなもん出しとんすわ。なんか、うん、あれだよね、そのもう昔のコンテンツのやつをちょっと復刻させてくれるみたいな、ね、まあ、言ってみるとちょっと寿命がつきつつあるというか、あの展開がなくなりつつあるコンテンツのグッズとかも出してくれてるっていう感じ、うん、それでなんかとりあえず入ってたの何これ、これ場面写ブロマイドみたいなこと怒らない、これ場面写ですよね、明らかに場面写ブロマイド。ブロマイドつうか、それハガキかなんかですか。ハガキでもねえのか。ブロマイドだと、なんか、うん、めっちゃくれてんだけど、これ何1000 円、おまけでしょ。1000円につき1枚みたいな、そんなノリかな、うん、全部違う、きっと全部違う、割とね、割と全部違う。ちょっと見たい。気になるのは、俺は渡るしか買ってないっつってんのに、うん、グランゾート、うん、あれ本当だあ、これ渡るじゃねえんだ、これグランゾート。なんでグランゾート混じってんの。グランゾートと一緒にやったみたいなの。あ、渡るグランゾートでじゃあこれはおまけだからグランゾート混ざっちゃったって感じなんですね。さあまあ見ていこう。なんだこれ。あ、こんな買ったわ。卑弥呼の原人丸のシールと、俺としてはこの奥が欲しかった。これいいなこれ。しばらく先生のあのせんちゃん、せんちゃん呼ぶためのテレホンカードせんちゃんのテレホンカード、テレホンカードのステッカーだからすげえな。スイカとかそういうのに貼ってねっていう。いいやん。ちょうど消されてるけど、うん、いやらしい顔してるんですよね。そうで次いきますよ、うん、あーいいな。しっとりスティックケーキ。ケーキスティックケーキ、スティック、うん、ケーキ、しっとりスティックケーキ、賞味期限危ないです、結構短いです。おー、あー、だから早くやろうって言ったの。ギリギリ、今食っちゃう、今食っちゃう。そうで、これじゃあ1個開けるか、ええ、これはクリアカードが1枚入ってて全12種って書いてるんだけど、俺ここにねちょっと言いたいのは、うん、この売り方で全何種マジやめてほしい。揃わねえから。まあそれはね、うん、しゃあないっすね。ちょっとじゃあ中身見るよ。はい、あ、ミヒコだ。2の2のキャラクターなんですか。そう、2の新キャラ、キーキャラクター。なんか乗ってるのは怪人丸かなんかする。あ、海彦、はい、激丸。なんでなんでって言われたって海彦なのに。なんでって言われたって海彦なのに。お父さんのマシンだからしょうがない、うん、はい、スティックケーキでかかった。ブルーベリー、うまそう、うまそう。プレーン、プレーン、ラズベリーです。ラズベリー、ラズベリーです。何味がいい？その3本だけだ。何味がいい？ブクちゃん何味がいい？ラズベリー。ラズベリー。じゃあ俺はブルーベリー。俺は正直ちょっとグッズがもらえれば。うん。なんか品がある洋菓子ですね。そうだね。まだまだお菓子あるからね。開けてくれる？お前マジめんどくせえな。いやいや、真面目にしょうがないでしょうか。しょうがないけど、ね、しょうがないでしょうか。しょうがない。いたわって、怪我人を。おお、なんだろう、なんでいたわれないかわかんないけど。片手にガドリングがついてるからなんだよ。健康に見えるから？健康に見えすぎちゃう？健康に見える。なんならもう振り切れてるように見えるから。まあ、そうだよ。すごいブルーベリーの匂い。なんかすごいね、あの携帯食みたいだね。
携帯蛍光色みたいな。美味しい？美味しい。結構ボリューミーだね。続きまして、コーヒー飲みて。コーヒーはすぐにはないです。はい、続きましてね、餃子せんべい。うん、餃子せんべいだよ。餃子せんべい。なんだろう、餃子せんべい。渡ると餃子あんま関係ないんだけどね。渡るの好物は何なんですか。渡るの好物は餃子ではないね。キミコの好物は花らっきょだけどね。え、そんな設定でした。そうだよ。渋い。花らっきょ。はい。じゃあまあ当然だけどついてるものの確認しますね。うん、なんかもうぐっしゃぐしゃなってるけど、丸くなっちゃってるけど、ステッカーだね。ああ、なんか可愛いな、この渡る。ちょっと可愛いね、この渡る。なんかちょっと。なんか君作が変わった？あれ別のこれじゃないの？ちょっとあのないわゆるあのショタ感が増してません？俺すごくいけない気持ちになる。やめやめやめ。渡るそういう目で見るな。頼むから。そういう目で頼むから。じゃあこちらもせっかくだから。うん、ああなるほど、餃子の意味が分かった。ラー油だ。ラー油味？ニンニクもするな。ああうまこれ。結構餃子だね。これおっさんが食うもんだな。これいけるぞ。おっさんが食うもん、バレてる。おっさんが食うだろうと。おっさんが買っておっさんが食うからこの味っすよ。バレてる。餃子関係ねえなって長さん言ってましたけど、あるわ。おっさん向け。もう渡る好きだった人は餃子食ってるから。じゃあ次行くよ。うん、はい、続きましょう。こちらこちらはですね、何それ、チーズカッシューナッツ。おっさんだな。酒だな。酒くれ。スクエアステッカー全10種1枚入り。あ、だから全部コンプリートするには10個買っても足りないっていうね。確かに恐ろしいよな。やったな俺らはやっぱり、うん、はい、ステッカーこれでした。お、あ、いいじゃん、いい絵じゃないですか。っぽい感じ。これ芦田さんの絵じゃないかな。めっちゃいい絵じゃないですか。中には3つ入ってるんで人数分です。やった、ちょうだい。スナックで出てくるやつ。スナックで出てくるやつ。スナックで出てくるやつ。お店の話。お店、お店。うん。お通しで出てくるやつ。食べてみようかな。あの柴田さんが飲んで帰った時の酒残ってない。やめろやめろ。なんか酒を飲み始めんだよ。めちゃめちゃ酒が欲しい。さっきの餃子のせいでしょ。さっきの餃子。こいつのせいでしょ。めちゃめちゃ酒が欲しい。くっそ面白い。この前の混じってんじゃないですか。何で、何これ。あったんだよ、本編であったのよ、全員で助走するのが。顔でかすぎて。違和感が明らかに一人やばい。一番なりきってたんだから。おー、一番なりきってた。顔でか。神回っていうのがよくわかる。この回見て、第何話すかこれ、ダムさん教えて、第何話すか。いや、わかんないよ、わかんないよ。そういうのやるとさ、うん、結構当時だからさ、辛辣な言葉を投げかけられてさ、ブスだなとか言われるの、それに。まあ、あの周りの渡るたちから。あの容姿いじりはね、あの昔の時代ですよね、もはや、ね、結構あるからね、昔はね。うん、今はもう、ね。続きましてこちらです。チョコセット、チョコセット、チョコレート、チョコセット。甘いもんいいっすね。甘としょっぱのバランスが今完璧ですね。チョコ、あ、チョコセットだわ。なんか 何種類か、2種類。俺今中村さんがもらったブラマイドの中からグランゾート探しをしてるんですけど、うん、やめろ。グランゾートを探すな。これはどっち。これはグランゾート。あ、それグランゾートですね。ああ、ってことはこれで最後だ、多分。グランゾート全部見つけました。これはなんだ、ヒミコのコースターかな。あ、かわいい。やっぱなんか作画かな。これ今風の今風の作画になってるね。ちょっと今に近づいて今君がするこれなってる。うん、でまあこれ、うん、これをと続きまして、うん、あと食べ物はねこれダージリンクッキー。ダージリンのクッキー。振れ幅すごいな。これもらっていいですか。食べて。うん、これはこれがもらえればいいだろうってことかな。多分そうだよね。うお、マジでなこれ。あ、これなな、あ、こいつガタイだ。前持ってきましたよね。持ってきた、持ってきた、うん、フィギュアを。大当たりじゃないですか。超かっこいい。大当たりなのこれ。大当たりなの。めちゃめちゃかっこいいですよ。敵のだよ。うん。クッキー。中にチョコ入ってる。うま。あ、クッキーチョコ。クッキーチョコ。あ、それうまそうだね。中にチョコしっかり入ってる。カントリーマームじゃん。うん。うん。よりちょっとサクサクしてる感じ。うん。カントリーマームよりサクサクです。サクサクしてんだ。このね、うん、ダージリンクッキーが意外とね、肉厚でいいね。お茶欲しいわ、これ。ね。さあ、続きまして。結構ね、開封系があるのよ。あ、うまい。これ、あれだね。これ邪魔っすね。
え、箱おしまいですか。いや、全然まだ入ってんだけど、俺が映んない。ようやく気づきました。気づいた。これなんだろう。これはね、はい、テレビ型バッジ。テレビ型バッジ。ちなみにこういうグッズをなんで今回やってるかというと、はい、あれもあんのよ。パクれるものはパクろうかなって。ああ。わしゃがなで。なるほどね。こういうことらしい。あー、いいなー。これいいじゃん。これうちでもやりてえな。くそ、昭和って見抜かれてんな。見抜かれてんな。だってもうダイヤル式だもん、これ、うん。実際、長間さん世代でもないでしょ、もはやこの。俺の時でもおばあちゃんとかにしかないね。うん、ギリギリあった。あるはあるけど、こうやってスタンドにもできる。いいじゃん。あ、いいじゃん、これ。ちょっとザラつき感も昔のテレビっぽい。あー、なるほどね。ザラつき出ますよね、うん。カメラで通すと。ちょっと、SD 画質をね、いつも忘れるこいつの名前、鳥丸でしたっけ。いやいやいや、クラマでしょ。クラマか、うん、鳥丸なんだよ、鳥丸。人の方には丸つかねえから。そうなんですか。あ、これは、海彦、うん、私のライバルポジションなんかあったんですか。まあ、そうね、近いね、ワンの虎を、うん、ジャコ丸乗ってる時だってことは、後に仲間になるんですか、この画面なるよ。トラ王は、髪伸びてますね。トラ王は最初敵で来てたんだけど、うん、渡るとなんか絡んでるうちに楽しくなって友達になっちゃうのよ。楽しくなっちゃった、うん、でもこっそり抜けてきてたんだけど、うん、やっぱりその親が、うん、ラスボスだから。ラスボス。そう、それの教育係になんかその救世主と仲良くするなって言って怒られるっていう。ってことはトラマンの親父はドアクダーなんですか。はあ、かわいそう。親父の名前がドアクだ。トラ丸って言ってるけど、トラ王ね。トラ王、うん、ああ、トラ王。なんで俺さっきから丸をつけてんだろうな。ロボの方だから丸。さあ、全部で俺6個買ってんのか。お、でも今のところかぶりはない、うん、あ、かぶりなかった。よかった、よかったですね。ダブってないし、割といいシーンじゃないですか。いいシーンかな。あの、卑弥呼が連れてるシーンとか最高だと思いますけど。ギャグシーンばっかじゃない。なんかそれだけギャグの比率が多かったんじゃないですか。あ、まあね。あ、でもこれいいね。このね、うん、2の主役3機が揃い踏みしてる回だ、これ。続いて、これは開封系だ。すげえ、何が出てくるか分かんねえ。ミニアクリルブロック、うん、値段を今見て驚愕でしたね、うん。825円を俺は何個買ってんの、これ。おー、1個825円。うん、やばいつもだったら2人で開封するんだけど、カジャ君開封できないから。いや、頑張りますよ俺は。いや、いい。あー、こういう、あ、いいな。え、これ汚したくないんだけど、どうしよう。あー、なるほど、中に入れてくれてるんだ、ラスト。これはしかも、うん、海彦と奥あれだよね、グランゾートの。俺もそう見えますよ、グランゾートの。ガスかな、こいつですよね。コラボじゃないですか、これ。コラボだね。書き下ろしなんだ、これ。書き下ろし、書き下ろし。やば、そりゃ825円はするわ。次はさっきのやつ、うん、なんか能力でムキムキになるんですか。大人になったの、痩せてるね。これ別人。いや、同じやつですよね、うん、シュッとしてるね。なんかハルクみたいな能力持ちなんですか。グランゾートは名前さん詳しくないか。グランゾートは全部は見てない、飛び飛びでしか見てない。魔法使う世界だから、うん、そうですね。マイケルというのもかけたから。あ、でね、こっちのアクリルに関しては、うん、あれなんだよ、渡るとグランゾート分けられてないから、うん、完全にランダムなの。あ、じゃあ今のとこグランゾートが連続で。そう、これはもう完全グランゾートってことですね。あ、これいいな、これ欲しかったやつだ。おお、かわいい。これいいじゃないですか、これ全員集合みたいな、うん、なんか海彦セクシーじゃないですか。カジャ君、いやらしい目で見ない。いやらしい目とかじゃなくて、健全で、健全な目線で見てるんですけど、あ、海彦の隣にいる黒髪のは誰ですか。あれって超マシン英雄伝のキャラじゃないかな。ああ、へえ、しばらく先生がしばらくは組まれてる。顔でかいな。またあれだね、うん、グランゾートで、うん、あ、これもいいね。これでも蝶の方だな。これマシン A で渡る。お、トラオと渡る。渡る短パンいいな、なんか。やめてもらっていい。かわいい、かわいい、かわいいって話なんですよ。これはグランゾートのメイン3人。
おファンタジー感が。ファンタジー感上がったね。ロマンシングサガみたいな。確かにね。なんだろう、あの、ヒラヒラしたのと頭のやつから、これはロマンシングサガ、ね、とか、なんか、初期天の絵みたいな感じがあるね。すごいな。ファミコンのパッケージみたいな。あるね。これもいいね、渡る。いいね。このアクリル結構高級感あるか。これね、結構高級感あるよ、うん、透明度高いし、うん、これあれだ、ラビだ、あのグランゾートのキャラ単体で、人気キャラだった、うん、ラビ人気キャラだったから。紐使うんすか、武器よ。コマじゃなかったかな、コマ、うん、渡る。何がいいって、自立するのがいいですね。そうだね、置いておけるのがね、ライザーとかじゃなくて、うん、で、あ、なんか俺あえてかぶりなしにしてくれてんのかな、うん、やった、トラを単体。おお、トラを並べておける。で、まだあったよ。続きまして、全部買ったんですか、もしかして。男の墓物それ、そう、それじゃないのよ。良さげなものが。おかしいだろ、これは、うん、なんだろう、6000円って書いてる。6000円？6000円って書いてる。待って、当てさせて。6000円台ってこのサイズ感だと腕時計しようよ。はい、財布。財布？アクリルでした。おお、6000円の板。アクリルだった。でもちょっと高級に包まれてるよ。相当でしょ、6000円だったらもう。ずっしり。素手で触っていいのかな？いやー、あー、かわいい。卑弥呼がかわいい、またこれ。すげえ。うん。すげえアクリル。すげえ、うん、すげえアクリルとしか言いようがないのはアクリル。アクリルですね。透明度が。水族館のやつだこれ。厚めにかかった値段かな。その厚さ6000円ですって。そうじゃない。あの、で、透明度高く作るから、うん、やっぱり大変なんじゃないの。大変なのかもしれないですね。だって結構うちにあるアクリルケースとかより綺麗だよ。いや、透明度が。だって絵を、この細かい絵を見せなきゃいけないんだから、うん、濁ったらそれ台無しですもんね。台無しだもんね。うん。いいアクリル。なんかまだあった。まだある。まさかそれ、まさかと思うけど、アクリルじゃないでしょうね、そのデカさ。アクリルじゃない。よかったー。そのデカさのアクリル、これで6000円だったら、軽く10はするんじゃねえかな。これはね、こういうやつでおなじみのやつだ。あ、缶バッジ？缶バッジの、うん、なんかボードに、ああ、コレクション。しまわれてるやつ。ルクちゃんが買ったの、ピン、バッチの、うん、あのトトロのやつみたいな。そうそうそう、ああいうやつみたい。バッチがしまわれとるやつ。はい、オッケー。これランダムですか、この。いや、これは多分決まってると思う。じゃあこのカバーになったしばらく先生も狙って入れてるってことですか。カバーになったしばらくはそうだね。ううこれバタルワンだね。これ大人気シーンなんですかね。大人気シーンではないよ。缶バッチにするほどの。センちゃん単体いいな。ああ、これね、センちゃんいるね。最初の一番上の段の一番端の渡るって、粘土細工で龍神丸作った第1話だね。ここから全てが始まってるわけです。そうだね。うまっ。造形師として、ね、そう、これオリジナルデザインで作ってるから、ね、いやいや、造形師になれるって、これオリジナルデザイン、渡る君のオリジナルデザインだから。さあ、ラストです、うん、もう一緒なんだろうね、これさっきの缶バッジ、さっきが渡る1だったじゃん、うん、ってことはもちろん2だよね。おお、これはこのまま飾るんですか、もうパネルの状態。そうだね、これはバッジはパネルで飾って、うん、アクリルはちょっと家になんかコレクションケースに並べるわ。しっかりとお宅部屋を作ってて好感が持てますな。ほんとね、俺の周りでね、渡るを語れる友達がいないんでね。面目ね、渡るはね。いや、結構わかるのよ、うん、渡るってね、やっぱりね、通ってきてる世代割とピンポイントでね、狭いんだよね。その時期に日本に行けばダメでしょ、しかも渡るのピンポイントの上に。そうですね、これはどちらかというとグランゾートの、グランゾートよりの世代というか、テレビでやってた時はもうグランゾートでした。ああ、じゃあこれ渡るグランゾートが終わった後のサイバーフォーミュラから詳しいやつは結構いるんだけどね。ああ、サイバーフォーミュラ、はいはい、お、ちょっと待って、 EX マンピンでいらないだろう。EX マンって何？アイキャッチに入ってくるやつ。なんすかこれ。なんでそんな役割のキャラクターいるんだ。なんでそれなったのこれ。EX マン。EX マン。下のオバーとおじいは？オバーとおじい。いやいや、どこのオバーとおじいなんすか。これはあの、うん、スタート地点にいるオバーとおじい。モブじゃないですか。
いや一応これに導かれて、うん、あ導いてくれる爽快山を救ってくれっていうオーバードージ。そういうキャラクターなんだ、うん、しばらくかっこいいな、うん、敵がしばらくいい、ね、しばらく男前の顔してるもん、この時代敵がしばらくいい、ラインナップが謎だなしばらくと渡るが切り合ってるシーンとか結構重要に見えますけど、それはだからしばらく闇落ちした後の、ね、これ闇落ちしばらく、そう闇落ちして魔界しばらくになって、渡ると戦ってるとこだね。顔は変わってねえんだな。顔は変わってないですよ相変わらずでかいんだな。卑弥呼と同じサイズぐらいだよねしばらくの顔。そうですね、うん、多分サイズ感で言うんだったら、うん、こいつそうね、こいつ、うん、カンパチに含まれてますけど、そいつセンターのね、この三人衆って敵ですよね間違いなく。それはツッパリとスケバーンと、うんうん、バンハルだね。バンハルいいねツッパリと、うん、スケバーンとバンハルバンハルいい。いや考えてる人は天才だな、うん、そいつらね、うん、キャラ濃そうじゃん、うん、薄いってマジで嘘でしょこんなキャラで出しといて薄いなんてことないでしょ。見直しても、うん、あいつら何だったんだなってぐらいねキャラがあんま立ってない。嘘でしたろマジでこれで薄いキャラが味方側に新要素多すぎて、うん、敵までフューチャーされてないのよ。めちゃめちゃ失敗してんじゃんかよいやいや失敗じゃない失敗だよこいつらの乗ってるマシンはかっこいいの。黒龍角っていうのはかっこいい。黒龍角っていうのね、うん、だってそのバンハルなんて声龍神丸と同じ声だからね源田さんがやってるから。なんで兼ねてんの。兼ね役だから。すげえな。卑弥呼としばらくの顔の対比ありました。ほぼ同じくらいでした。やっぱりね。でっけえか。なんか。ババアと同じぐらいだな。本当ですか。今見ると一口で人間食いそうでちょっと不安になる大きさですよ、これ。しばらく先生。でかいな。いややっぱでもこういうデザインって言うんじゃなくてさ、うん、作中でも顔でかいねって言われてるんだから卑弥呼におっさん顔でかいねっていつも言われてるから、うん、だからドクターズランプとかのパロディっていうかオマージュなんですかね。よくせんべいさんとかあられちゃんの顔でかいなとか言ってたけど、うん、源流はありそうな気にしますよ、ね。そうだね、顔でかいイジリとか流行ってたんかなこの時代。アニメーションとかで見たまんまのそのディフォルメしてることへのツッコミをやるっていうちょっとメタ的な感じなのかもね、うん、ほらクリーンお前肌ないじゃねえかみたいな。そう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 、うん、お本当だって言ってない。本当だで済むんだと思ったけどね、うん、俺あのシーン結構びっくりしましたけど衝撃を解決しちゃうんだ。肌ないんだっていう、ね、肌がないから匂わねえぞって言われて、うん、本当だっていうのね。で人類最強ずらしてるじゃないですか。人類じゃないだろそれは。あいつ肌ないんですよ、うん、でもあいつ鼻くそ出してたよねクリーン。あれ鼻くそ飛ばし合ってたのあったよね。あった気がする。これでフンって言ってプンプンプンってあったかも。あれ鳥山さん矛盾があれ今もしかしたら俺らとんでもない。いや絶対もっと前に気づかない世界の闇を知ってしまったかも。いやでもこんなに買いも買ったりですな、はい、本当に買ったんで、うん、お菓子は全部置いていくんで、あまあみんなで美味しくいただいて美味しくいただいてもらってね。多分このこれを食べるともう酒飲みてって言い出すから。酒飲みてマジでビールぐらい1本でいい1本でいい。頼む1本でいいからこれうめえんだ。美味しかったねこれね。うめえんだこれが、うん、思ったより餃子でね、うん、どうせ変わんねえだろ。もう右手ガトリングなんだからもう酒1本ぐらい飲んだって変わんねえだろもう酒1本飲んだって怒られないよガトリングに比べたらみたいな。全てがさまつに思えてくるわ。そうだね、うん、はい、ということでね皆さんもね渡るのグッズこんなに出てますんでもう買えないかもしれないんですけど興味あればチェックしてみてはいかがでしょうかというところでした、うん、ありがとうございます。チャンネル登録ツイッターのフォローお願いします。高評価とメンバーシップもよろしくね。はい、行きます。